序盤のぐちゃぐちゃって必要なんか。今日も両手に3本3本くっしゃくっしゃしながらドローイングしてるけど、これがね完成の時に消えてるんじゃないかっていう話だよね。頭の中にある完成を目指すんだならもちろんしない。描きながら起こりうる可能性を全部考えて、まだ物を言わない、絵に手探りで形を与えていく。でもね、途中から絵の方からこうしてほしい、こうなりたいって言ってる感覚があってさ、自分の目指す方向よりそのイメージをすごくいい仕上がりに感じるから、そっちに流されていく。むしろね、楽しすぎて描きすぎるのを抑えるのが難しいぐらい。